全日空機下地島オーバーラン事故は2002年6月26日に下地島空港で発生した全日本空輸機の航空事故である。6月26日午後12時54分頃に沖縄県下地島空港で片方のジェットエンジンを止めた状態でのタッチゴー訓練をしていた全日空のボーイング767から200型機が滑走路をオーバーランし、 滑走路東側の草地に突っ込み、機体尾部や領主翼先端などが破損したほか、誘導路等を破壊し停止した。なお、この事故を受けて下地島空港は滑走路を閉鎖した。機体が中破したが、3人の乗員中乗員1名が頭部に負傷したのみであった。事故の結果、胴体尾部のフレームが破断し、外反にはひび割れが起きた。さらに領主翼の先端エルロンや、 APU にも損傷を負った。その結果、下地島空港での修理が困難と判断され、解体されることとなり、ボーイング767型機の日本における、初めての全損事故扱いとなった。その当時、ボーイング767はマイナス300型に置き換えが進められており、旧型であるマイナス200型は退役しつつあった。国土交通省航空局は、 本件を重大インシデントに指定したが、その後国土交通省航空局は損傷の程度が大修理を要するために航空事故と認定し、航空鉄道事故調査委員会が事故原因についての調査を行った。その後2003年11月28日に航空鉄道事故調査委員会は訓練生の操縦ミスと共感のジッ機訓練共感としての経験不足、 そして教官としての助言などの指導が足りなかったこと、全日空社内における実機訓練時の注意事項等についての教育が不十分であったなどを主な原因とする航空事故調査報告書をまとめ発表した。さらに同報告書では、全日本空輸内において実機訓練教官に対する教育訓練の充実を図る必要があることと、訓練指導要領内における 片方のジェットエンジンを止めた状態でのタッチゴーレンジの留意点についての周知の不備も指摘している航空事故調査報告書航空鉄道事故調査委員会。ありがとうございます。